北、太平洋海底の地形図。カムチャツカ半島から千島海溝を挟んで南東に宮間列が伸びている。途中で折れ曲がっており、屈曲部分より北西側が天皇宮間軍、南東側がハワイ海三軍である。天皇宮間軍とは北、太平洋の西側にある宮間軍。中央海嶺と区別して、肘神聖海嶺の一種としても位置づけられる。 天皇宮間列、北西太平洋宮間列という別名でも知られる。太平洋プレートの運動と天皇宮間列誕生の模式図。ホットスポット上で誕生した海底火山内市火山島がプレートの移動で運ばれ宮間列が形成される。現在活動中の火山がハワイに相当する。年にアメリカ合衆国の海洋学者、 ロバート・シンクレア・ディーツにより、ミヤマの一つ一つに日本の天皇の名前が付けられ、ミヤマ軍を総称して天皇ミヤマ軍と付けられた。なお、天皇の即位順とミヤマの並び順は無関係である。また、すべての海山に歴代天皇の名前が付いているわけではない。ハワイミヤマ列北端はカムチャツカ半島の根元にいたり、南端はハワイ海山軍につながっている。 ヤマは火山岩で構成されており、北に行くほど形成年代が古くなっている。ホットスポット上に生まれた海底火山により、現在の範囲の位置に生まれた島々は、太平洋プレートの移動に伴い海底へ沈んで、ヤマ群となっている。かつてはプレートが北に向かって移動していたため、南北にヤマ群を形成していったが、やがて4000万年ほど前から、 移動する向きが西に変わったので、東西に、宮間軍が生まれていくことになった。この4000万年以前に生まれ北北西、南南東に連なる宮間軍を、天皇宮間軍4000万年前以降に生まれ、西北西東南東に続く、海山軍を、ハワイ海山軍と呼び、この二つを合わせて、ハワイ天皇宮間列と呼ばれている。なお、 ホットスポットは移動するものであるとの研究が出てきており、従来考えられていたプレートの移動向きの変更説は見直しが進められている。宮間名と形成時期、ありがとうございます。